休憩中なので。うん、ま、何飲んでるのって。アイスティー、アールグレイティー。レッスン順調ですかって。どうなんだろうね、なんかよくわかんない。明日投資らしいんだけど、出れてない楽曲もあるので、ね、練習てかフリーで、その辺がどうなのか。いやちょっとやばいなって感じ。ちょっと今日夜遅いので終わるのが、そうレッスン夕方までやったらその後すぐお仕事があるので、それが結構夜遅くて、なので今のうちに配信しとこうと思って。今舞台やってるメンバー大丈夫かなってね、本当に。明日からは AKB の単独の方のレッスンてか投資が始まるんですけど、なんか3日間あるんですよ今回。なんかいつものコンサートのレッスンとはまたちょっと違う形式なので、どんな感じになるのか分かんないんですけど、やばい飲み切っちゃう。メガにしとけばよかったな。少ないか。そうね、いや M サイズもわりかしさ大きいとは思うんだけど、ちょっとアールグレイティーにするとちょっとごくごく飲んじゃうからちょっと少なく感じちゃう。今日さ朝レッスン場来るときにね、これ飲みながら来てたのね、こうやってうーんってでマスクこう顎につけてて、ほんなら最近さ選挙さんがさ選挙カーさんがさお車で走ってるじゃない、よく最近で、こう選挙カーの方ってこう中でさいらっしゃる方ってこうやって手振ってらっしゃるじゃない。ゆきいぴょーってで困ってるなーと思ってじーっと見てておにしニコってしてやったの。そしたらその手振ってるお姉さんがめっちゃ喜んでくれて、なんか元気もらえた。嬉しかった、昔さ幼稚園の頃にそれこそ奈良でなんか選挙カーが走ってて、で幼稚園の時ママに自転車で送り迎えしてもらってたのね。で幼稚園終わってでスーパー買い物行って、でそれの帰り道に、まあ、ママこう漕いでて、でその後ろになんかちっちゃい子が乗る用のさあるじゃん、なんかカゴっていうか椅子みたいな、その後ろの椅子に座ってて、でこう選挙カーが来て
なんか手振ってたの。でわーってやったの、おねし。ほんだらアナウンスで、今あちらの自転車に乗っている小さい子が手を振ってくれましたみたいな、なんか演説で言ってくれて、そう、なんかそれを思い出した。そのめちゃめちゃ記憶に残ってるの、そのシーンが。今言われたみたいな。うん、ねえ、今ならはずい、いや全然何もない、恥ずかしいとか。なんかさ、結果さ、気まずいってさ、人がちょっとでも思うことってさ、だいたい他の人もちょっと気まずいって思うじゃん。そういう時にさ、なんだろう、なんかこうやってやったりとかしたら、絶対その人の記憶に残りそうじゃない？分からへんけど、気まずい時って大事よね、逆に。逆にさ、ちょっとめんどくさいなみたいな、で自分が思うものって他人も絶対めんどくさいって思ってるからさ、 そういう時って逆にチャンスだったりするよね。ね、いい風に捉える。そう、 B 型の特徴なのかね、これも。なんかあったんだよね、そう、なんか分からない、なんか流れてくるやん、インターネットで血液型の特徴みたいな。そう、そこにそんなこと書いてあった。なんか他人がやる気ない時はやる気あってみたいな、他人がやる気ある時はやる気ないみたいな。もしかしたらそういう特徴なのかもね、 B 型ね。協調性頼むって、そんな、それでも今のレッスンはとても楽しかった。朝からだったけど、みんなでウェーイって言いながらやった。うん、眠っけれども眠い。今日はエイトのレッスンって、うん、 AKB の単独のレッスン。逆にもう、なんだろう、なんか練習しなきゃいけないものがいっぱいありすぎてさ、怖い。怖くないけど、なんかもう明日から投資始まるんでしょっていう、まとめないと、立ち位置とかも。鬼滅見て寝たので、鬼滅撮ってる、見てないの、リアルタイムで。なんか絶対リアルタイムで見た方がいいんだろうけど、なんか大西ビデオの方が落ち着くんですよね。なんかそう、録画したのを見る時のなんか安心感、これ共感してくれる人おらへんかな。なんかリアルタイムってさ、見逃したらあかんって思うの、なんか1秒でも。なんか分からへんけど、でも別にビデオ録画してるやつを見るからって、別に巻き戻したりとか全然せえへんねんけど、なんか分からへんけど、
まあ巻き戻せるし、なんかあったらっていうなんか安心感があって、そうなんかね、むしろ録画の方がなんか好きなんですよ。そう、あの自分の好きなタイミングで見れるからね、いいよね。あと1分で始まるっていうの緊張感もちょっと苦手なんですよね。そう、そうなんですね。緊張感あるの苦手だから、多分ドラマとかあんま見れないんだろうな。ドキドキハラハラするのが緊張感ありますってない？そうじゃないやんってならへん？あのなんか主人公たちの心のすれ違いみたいな感じの、それで次週はってなるじゃん。もやもやするもやもやする。それがワクワクに変わればいいんだろうけどね。なんかアニメとかは好きだからさ、多分それが全てではないはずなんだけれども、なんかドラマ見れないんだよな。 それを楽しむのでは。だからもうこれは人との価値観のもんだよね。絶叫系好きな人ってさ、わざわざ怖いのをさ自分からやりに行ってるじゃん。でもスリルがあって楽しいってなるじゃん、怖い絶叫系好きな人は。でも絶叫系苦手な人からしたらさ、わざわざお金払ってまで怖い思いをしたくないっていうことがあるの。そういうもんよね、全て考え方の問題、考え方感じ方の問題。うん、最終話から見ましょうって。いやだからでも本当そうなのよね。なんかドラマとかってなんか周りのメンバーとか結構ドラマとかめちゃめちゃ見てる子が多いから、その子たちがそのドラマの話とかしてて、でなんとなく私も話聞いてて、で結末どうなったかって聞いてた方がそのドラマ見ようってなる私。ドラマに関してはね、アニメとかはちょっと嫌なんだけど、なんかなんかわかんない、ドラマとかはそう思っちゃう。なんか最後知ってた方が安心して見れる。すれ違いがあっても結局はああいう結末になるんでしょっていう安心感がある。そう、確かにドラマとアニメの差って何なんだろうね。でも鬼滅とかも漫画も全巻読んでさ、結末知ってるからゆったりアニメで見れてるけど、今までこう大西がハマったアニメってなんかそういう口コミとかそういうのもなく、なんか純粋にこうアニメを楽しんでた時ってそんなねハラハラしたアニメを見てこなかったのよ。そう、すごくほのぼのっ
軽音とか日だまりスケッチとか、なんかすごくほのぼのしたアニメを、あとポケモンとか、なんか続くとかじゃなくてそれで終わるみたいな、その日の30分でドンと終わるみたいな。あ、そう、あたしんちとかもめっちゃ好き、今でも見る。そうだから、そうだね、だからハラハラやっぱ昔から苦手なのかもね。そう言われてみたら、ね、それこそサザエさんみたいな、だからサザエさんも好き、ドラえもんとか、あ、ね、銀魂も好き。やっぱ平和、平和を望んでるかもしれないって感じかな。今ちなみに何時かわかる？ちょっと次のレッスンまで自習練したいんだよね。11時30分、お、OK、ありがとう。ちょっとそろそろ自習練してくるわ。よし、じゃあちょっとランキングの方、1位の方から読んでいきたいと思います。もう15分経ったよね。よし、いきまーす。1位 GFA さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がカンタムさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がヨッチャンドユーももち大好きなよさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が、ケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が北山さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がマサミーさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がライオンマルさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がツインピーマンさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がリカッピアットマーク1日1オーニスさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がお豆さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位が、ケイスーさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がインティレミさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、バイバーイ。ありがとうございました。できます。